4ヶ月で10キロ痩せました。ダイエットマスターの趣里です。ってことで、季節は冬。冬ということで、ダイエット界隈にはまことしやかに相反する2つの説が存在します。冬は体重増えやすい説と、冬は体重痩せやすい説。果たしてどちらの説が正しいのか。皆さん結構ね、どっちなんだって思うと思うんだけど、実はね、この説、二つとも正しいんですよ。なぜそうなるのかを、この動画で詳しく語っていくので、ぜひ最後まで見といてください。あなたのダイエットをサポートする情報、この動画に詰め込んでおきます。それじゃ早速、やっていきましょう。はい、ってことで、まずは、冬が痩せにくい、太りやすい季節だと言われる理由を解説していこうと思います。まず、理由その1。単純にね、運動量が減る季節なんですよ。冬はね、夏に比べて寒いから、家の中にいる時間が長くなりやすくて、全体的に運動量が減りがちになってしまう。大半のプロスポーツ見てほしい。野球とかさ、外でやるスポーツって、まあ、ウィンタースポーツは別だけど、一般的な、なんかオリンピック種目にあるようなスポーツは、大半はさ、冬はシーズンオフになってるじゃん。だからね、冬は基本的にインドアになりやすいんですよ。人間というものは。インドアになるとどうしても消費カロリーが減ってしまいやすいから、太りやすい、痩せにくい季節だと言われています。そして理由二つ目が、食べ物が美味しい季節なんだよね。だからつい食べ過ぎちゃう。食べ物が美味しいというかさ、クリスマス、忘年会、新年会、バレンタインと、もう冬は、でも食べ物の誘惑がとにかく多い。しかも気温が寒いからさ、体がね、体を温めるためにカロリーを欲してしまって、ついつい飲み食いしてしまいがちなんですよ。摂取カロリーが増えればそれだけ太りやすいということなんで、これが冬が痩せにくい季節だと言われるゆえんです。そして理由三つ目、むくみやすい季節なんだね。むくみの原因というのは、塩分とか糖分の摂取量に関係してくるんだけど、人間の体というのは、ホメオスタシスといって、体のバランスを常に一定に保とうとする働きがあるんだけど、この作用によって、うまい具合に塩分とか糖分の濃度調整を体の中でしているんだけど、冬は体内の水分が外に出ていきやすい季節だから、どうしてもね、体に水分を溜め込もうとしやすくなるんだよね。で、これが、水やお茶を溜め込むんだったら問題ないんだけど、ジュースとかお酒で水分を溜め込んでしまうと、それに含まれている糖分とか塩分がどんどん体の中に濃度をね、高めてしまって、そうなると体の中に糖分や塩分の濃度が高まってしまうと、その高まった体の中の塩分濃度、糖分濃度を薄めるために、ごく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 と水分を体内に取り込もうとしてしまうわけ。これがむくみが発生しやすい原因。これを放置しておくと、除去しにくいセルライトになってしまったりしてね、見にくい太り方をしてしまうこともあるので、注意が必要。で、まあ、むくみを解消するためにおすすめな栄養素が3つあるので、今から教えます。これがね、カリウム、サポニン、クエン酸。ここら辺を摂取して、老廃物のデトックスを促すことによって、まあ、むくみ解消につながるのでおすすめですね。で、カリウムが多く含まれる食材でおすすめなのが、バナーナとサツマイモと大豆。そしてサポニンが多く含まれる食材が、ごぼう茶とミックスナッツです。ちなみにこれがごぼう茶で、これがミックスナッツです。ダイエットマスターは、もう手の届く範囲に、これらを常備しています。そしてクエン酸が多く含まれる食材。それが梅干し、レモン系の食品、そしてみかん。ここら辺がいいですね。特に梅干しなんかはすごい、気持ちもするので、クエン酸を気軽に摂取したいんだったら梅干しなんかいいんじゃないかな。そして理由4つ目。冬は脂肪を蓄えやすい季節であると。気温が寒い冬っていうのは体温を下げないように脂肪を体内に溜め込みやすくなってしまうと。運動で脂肪燃焼させることができれば特に問題ないんだけど、冬はね、先ほども言った通り運動量が減りがちな季節だから、鍋などの美味しい食べ物と酒やおつまみをつい飲み食いしまくって、で、気温が寒くて体に脂肪を溜め込みやすい季節だから、でそれでいて寒くて運動を怠るから、摂取カロリーは増える。そして脂肪は蓄えやすい季節。
そして消費カロリーは少なくなってしまう。この太りやすいデブコンボが決まりやすい季節。これがね、冬が太りやすいと言われるゆえんなんですよ。ただ、冬は痩せやすい季節でもあるということをここにお伝えしたい。で、この動画をここまで見た人にとっては、だって冬はもう痩せにくい季節で決定じゃんと思うかもしれないんだけど、あともうちょっとだけ聞いてほしい。冬はね、ダイエットすると意気込む人にとっては、夏よりもむしろ痩せやすいチャンスなシーズンでもあるんです。それはなぜかというと、冬は基礎代謝が上がるからですね。気温が低く、体が冷えやすい冬というのは、体温を一定の温度で保とうとするホメオスタシスが働いて、基礎代謝がグイーンと上がります。基礎代謝が上がるということは、普通に1日を生活する分の消費カロリーが他の季節よりも高くなるということで、これすなわち痩せやすい状態と言えます。少ない運動をしたとしても、他の季節に比べて消費カロリーがぐんと上がるのって、冬に体を動かすことで、他の季節よりも消費カロリーが多くなりやすいと。運動によるダイエット効果が他の季節よりも高まるということです。だからこそ冬は運動ダイエットのボーナスステージであると。冬は運動して痩せましょう。ダイエットを意気込む者にとってはこのチャンスを見逃す手はありません。そして運動で効率よく脂肪燃焼、筋肉増強して基礎代謝を上げてさらに痩せやすい体作りをするために運動前にソイプロテインなんかを摂取しておくとね、美しいボディメイクにつながるのでおすすめです。あと運動前にカプサイシンを摂取することで脂肪燃焼を促してくれるので、まあ、おすすめですね。カプサイシンといえばまあキムチとか唐辛子とかそういう感じかな。辛党の俺はね、もう運動前に唐辛子を一つまみ舐めてから運動しますね。ただこれはまあ常人にはできないと思うので、カプサイシン系のサプリメントとかキムチとかを食べてから運動するみたいなルーティンを作るといいような気がします。そういったルーティンを作ることによって運動のダイエット効率が上がるのでおすすめです。あとはまあ冬ね、外出るのはさすがに寒いという人も多いかと思うので、そんな人にはね、室内でできる運動をするといいんじゃないかなと思いますね。で、特にね、室内でできる運動でインナーマッスルを鍛えるといいと思いますね。インナーマッスルというのは、まあ、内側の筋肉のことなんだけど、一般的に皆さんが筋肉と聞いて思い浮かぶものって、なんかムキムキのスーパーマッチョマンのあの筋肉を思い浮かぶかもしんないんだけど、あれは外側の筋肉、アウターマッスルなんだよね。今回は内側の筋肉、見せる筋肉ではないってことだね。内側だから。このインナーマッスルを鍛えることによって基礎代謝を上げて美しいボディラインを作ろうというようなテーマで今から話します。でね、このインナーマッスルっていうのを鍛えることによってやっぱ基礎代謝も上がるし、まあ、ボディラインもいい感じになるし、で、しかも室内で鍛えられやすい筋肉なんだよね。で、室内でインナーマッスルを鍛えるためにはチューブトレーニングがおすすめです。まあ、いわゆるこういう、こうゴムタイプの、これですよね。運動をしていくと、インナーマッスルが鍛えやすいので、おすすめです。あとまあ、お金に余裕がある人だったら、室内のサイクリングマシンなんかを導入するといいんじゃないかなと思います。人間の体の構造上ね、上半身の筋肉よりも、実は足の筋肉の割合がめちゃめちゃ多いので、そこを重点的に鍛えられる自転車トレーニングというのは、まあ、ダイエットの基本ですね。で、しかも有酸素運動が外に行かずにできるということで、これはかなり美味しい。有酸素運動は30分以上行うことで脂肪燃焼効果が出てくるので、まあ、こうサイクリング、室内サイクリングをね、漕ぎながら、ゲーム実況を見ながらね、漕いでればさ、まあ、30分ぐらいすぐ過ぎるので、まあそういったね、冬の引きこもり生活、ゲーム実況を見ながら、室内でサイクリングするみたいなね、サイクリングトレーニングするみたいな言うのも、まあお金と場所に余裕がある人だったらいいんじゃないかなと思います。しかもね、最近はね、こういったサイクリングマシーンっていうのが、まあ2、3万円で買えたりするので、あとはまあ置ける場所さえあるんだったらね、ダイエット本気で目指すんだったら、こういったサイクリングマシーンの導入も検討してみてはいかがでしょうか。で、あとは、冬はむくみやすい季節だから、むくみを取るために、こまめに水分補給をしようと言いたいですね。え？むくみの原因って水分のはずなのに、水分を取ってむくみ解決するの？って思う人もいるかもしれないんだけど、まあ、むくみの原因というのは、まあ、糖分や塩分が入ってない水分を取ることで、体内の塩分、糖分濃度を低下させて、むくみ改善につながるから、
まあ、ジュースとかお酒とかの水分はむくみの原因になるんだけど、水とかお茶とかの水分だったらむしろむくみ予防につながりますね。で、特におすすめなのが白湯かごぼう茶。ね、白湯っていうのはお湯のことだね。体温を温めることで基礎代謝も上がって痩せやすくなる上に、血液循環を促しデトックス効果につながります。で、まあ、今俺が飲んでるごぼう茶というのも体温を温めるので白湯と同様の効果を得られるし、血糖値上昇を抑えてくれるイヌリンが豊富に含まれているから太りにくい体作りを支えてくれます。4ヶ月で10キロ痩せた俺はもう卓上にね、こういった温度調整機能付きの電気ケトルを置いて白湯とかごぼう茶を常飲しています。はい、そして最後に食生活に気をつけましょうという話ですね。冬は鍋とかスイーツなど、まあ、ついつい美味しいものを食べ過ぎてしまいやすい季節なんですよ。まあ、たまにね、羽目を外しすぎても大丈夫なように日々の食事メニューには気をつけてほしいですね。4ヶ月で10キロ痩せたこの俺がコスパ最強のダイエット自炊飯を数多くこのチャンネルで紹介しているから、冬の間太らないようにうちのチャンネルのレシピを参考にダイエットしてくれるとあなたのダイエット成功しやすいんじゃないかなと思うので、ぜひチャンネル登録と他のダイエット動画も見に来てください。はい、そんな感じでまとめると、冬は確かに太りやすい季節でもあるけれども、ダイエットを志す者からしたらむしろボーナスステージにもなり得るチャンスであるということなんで、ぜひこのチャンスを生かしてあなたのダイエット成功させてください。はい、そんな感じで、このチャンネルではいろんなダイエット動画上げてるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。そして俺はあと2つチャンネル運営していて、競馬予想チャンネルとゲーム実況シチュエーションボイスチャンネルもやってるので、そちらの2つのチャンネルは概要欄の方に貼っておくので、ぜひ俺のチャンネル3つともすべてチャンネル登録してくれるとあなたのダイエットの成功率が 5% ぐらい上がると思いますよ。ってことでよろしくお願いします。では、俺とあなたのダイエットが成功しますように、次の動画でまた会おうね。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてサンキューな。このチャンネルではダイエットに関する動画をこれからもバンバン出していくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。ゲーム実況やシチュエーションボイスをやっているシャフくんチャンネルや、競馬予想動画をやっているシュリチャンネルなど別のチャンネルも運営しているから、よければ概要欄に貼っておくのでチャンネル登録よろしくお願いします。それではお互いダイエット頑張っていこうな。次の動画でまた会おうねー。